滋賀県野洲市にある神社で、平成30年には建立1300年を迎える歴史ある神社です。祭神は大名無知の御事、別名八千穂の神です。奈良時代初めの創建という県下でも有数の古社です。約3万4000平方メートルという広大な境内の入り口には、足利尊氏の寄進と伝えられる朱塗りの楼門が立っています。楼門をくぐると、楓の老樹に包まれた玉砂利の参道が100メートルほど続き、その奥に変化に富んだ拝殿と流れ作りの本殿が立っており、風致に富んでいます。また社殿南の庭園は平安時代後期の作と言われ、池を中心とした美しい名園で国指定の名勝です。社宝として源頼朝や徳川氏の武具が伝えられています。